岐阜県政ホットラインスタート。世界淡水魚園水族館アクアトト岐阜にやってきました。みんなもは水族館好き？どんな魚がいるのかな。早速行ってみよう。行こう行こう。世界淡水魚園水族館アクアトト岐阜は、岐阜が国内外に誇る世界最大級の淡水魚水族館。子どもから大人まで楽しく学ぶことができますよ。そんなアクアトト岐阜で企画展ここが違うんです、生き物の見分けは難しい？が開催されています。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回の企画展はですね、岐阜に生息している生き物を中心に似ている生物を集めて展示しています。で、今回はですね、その一部を紹介したいと思います。まずはこちらの川ムツと沼ムツ、どこが違うか分かりますか？どこだろう。まずですね、ヒレの色が違うんです。あ、確かに違いますね。よく見たら違いますよね。沼ムツの方がこうシュッとした顔つきをしているんです。あ、本当だ、言われると違うのが分かります。次はこちら黒弁慶ガニと弁慶ガニです。どこが違うか分かりますか？これも難しいな。みんなも分かる？どこが違うんですか？分かりやすいのがハサミ足の色ですね。赤と黒っぽいので違います。本当だ、よく見ると違いますね。甲羅の横にある切れ込みがあるかないかでも見分けることができるんです。いや、近藤さん、見分け難しかったです。この企画展をやろうと思ったきっかけは何ですか？身近にいる生き物を見分けることで、生き物により興味を持ってもらえたら嬉しいなと思って開催することにしました。岐阜が国内外に誇る世界淡水魚園水族館アクアトト岐阜、12月17日からは企画展新引き返りのすすめの開催を予定しています。冬のアクアトト岐阜も見どころいっぱい、ぜひ遊びに来てください。岐阜県からのお知らせです。オミクロン株に対応した新しいワクチン接種が始まりました。新しいワクチンは従来型ワクチンを上回る重症化、感染、発症予防効果が期待されています。新型コロナは年末年始の流行が懸念されています。接種券がお手元にある方は速やかな接種をご検討ください。次回も見てね。